はい、皆さんこんにちは。時々頭の中がマクドナルドでいっぱいになる物販講師の黒沢です。今回はアマゾンで物販をしている方必ず経験するスポンサープロダクト有料広告についての話です。初心者の方、物販これからやろうかな、アマゾンで出そうかなと思っている方にとって必須の基礎知識っていうのをいくつも話していきますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。まず一つ目のポイント、オートターゲティングとマニュアルターゲティングについてです。スポンサープロダクトにはオートターゲティングとマニュアルターゲティング2つの広告のかけ方があります。基本的にはとにかくまずオートターゲティングで広告をかける、これだけ知っておいていただければ十分です。オートターゲティング、マニュアルターゲティングっていうのは車のオートママニュアルと同じで、オートターゲティングは自動的に皆さんが広告をかけた商品の関連キーワードを Amazon が抽出し、お客さんがその商品に関連が深いと思われるキーワードで検索した際、検索結果上に皆さんの商品を広告として出す、これがオートターゲティングになります。一方マニュアルターゲティングはどのキーワードで検索した際に皆さんの商品を広告として出しますか、これを手動で設定するものがマニュアルターゲティングになります。話まとめると、とにかくオートターゲティングでまず広告をかけるということをまず腹に落としておいていただければ OK です。次にオートターゲティングの広告のかけ方になります。ここ今回一番重要なポイントです。っていうのも生徒さんが結構ミスることが多かったんですね。広告っていうのはセラーセントラル、 Amazon のセラー専用の管理画面から設定していくわけなんですが、一つのキャンペーンは一つの商品ページだけかけてください。例えば皆さんがタンクトップを出しているとしますよね。そのタンクトップの色が白と黒と赤があったとする。その場合白と黒と赤のバリエーションを一つの商品ページで出しているわけですから、この3つの3色のタンクトップを一つのキャンペーンとして広告をかけて OK です。その代わりタンクトップとT シャツと、あとは全然関係ない商品と、みたいな形で複数の商品ページの商材を一つの広告でまとめて出すっていうのは避けておいた方がいいです。一つ一つの商品ページっていうのはその商品に関係している単語っていうのが全然違ってきますよね。例えばタンクトップだったらタンクトップというキーワード、 T シャツだったら T シャツというキーワードがあります。オートターゲティングで一つのキャンペーン内に複数の商品ページを入れてしまうと、そのキーワードがぼやけてしまう、ふやけてしまう、ぐちょぐちょになってしまいますので、あくまでも1商品ページ、1キャンペーンというふうに覚えておいてください。次にオートターゲティングで広告をかける際の広告単価についてです。キャンペーンの設定を Amazon の指示通りポッ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 と進めていくと、広告単価いくらにしますかっていう項目が出てきます。これはお客さんが皆さんの広告を1回クリックしたらいくらまで支払えますかっていうことなんですね。こちらに関してはあんまり深く考えなくて大丈夫です。なぜならば推奨値はいくらですっていうふうに出てきますから、その推奨値をそのまま入れてあげれば大丈夫です。細かいことを言いますと、もし広告をかけても皆さんの広告自体が全然表示されない、これ難しい言い方で言いますとインプレッション数が上がらないっていうんですが、インプレッション数が上がらない場合っていうのは皆さんがかけようとしている広告の単価が高い可能性があります。これは類似商品を他のセラーも広告かけていて入札競争が起きてしまっている可能性があるということですね。そういう場合っていうのに限り広告単価っていうのを少し上げるっていうことも検討していいんですが、基本的にはオートターゲティングはそういったところも含めて Amazon が自動的に全てやってくれますから、とにかく広告単価は推奨値を入れればいいという点をまずは覚えておいてください。ちょっとここで一番基礎的なお金の話に戻りたいと思います。 Amazon のスポンサープロダクト有料広告というのはクリック広告と呼ばれるものです。先ほどインプレッション数って申し上げましたが、インプレッション数っていうのは何かしらの検索結果上に皆さんが広告かけた商品がバッと上位表示される回数を言いますね。表示されているからといってお金がかかるわけではなく、表示された広告に対してお客さんが興味を持ってそれを実際にクリックして皆さんの商品ページまで飛んでった、このタ
タイミングで初めてお金がかかるのがクリック型の広告になりますから、何回表示されたっていうことプラス何回クリックされたかっていうことが非常に重要になってきます。お金がかかるイコール何回クリックされたか、そのクリック回数が多くなればなるほどお金がかかるっていうふうに理解してください。最後に1商品1キャンペーンと同様に最も大切なこと、その2お話しします。それはですね、広告っていうのはただ広告をかけて上位表示されて商品が売れたらやっただけではないんですよ。他にももう一つギフト、プレゼントっていうのをAmazonがくれます。それが広告レポートというものなんですね。広告レポートっていうのは実際広告をかけてどのようなキーワードでお客さんが反応し皆さんの商品ページをクリックしてくれたかというデータになります。広告をある程度かけるとそういったデータを無料でダウンロードすることができます。このダウンロードしたデータに基づいて、要するに具体的にお客さんがこのキーワードでクリックしたということが分かれば、冒頭で申し上げたオートターゲティングからマニュアルターゲティングに移行してみて、特定のキーワードだけに自分の広告が反応する、表示されるようにするという設定も可能です。さらに折衷案という考え方もあって、オートターゲティング、自動で広告を選別する、表示される場所を選別するということを行いながら、特定のキーワードいくつかでマニュアルターゲティングもかける、オートターゲティングとマニュアルターゲティングの両頭使いっていうこともできますので、こういったやり方も含めてですね、ぜひ一つの絶対的な正解があるとは捉えず、様々なやり方を自分自身で、特に独学でやられている方は考えてしまって構いません。今回私がお話ししたことをまとめますと、まずとにかくオートターゲティングをかけるということ、そして1商品ページ1キャンペーンということ、さらに広告のクリック単価に関しては推奨値で大丈夫ということ、さらに広告レポートをしっかりとチェックするということ、この4つのポイントっていうのをしっかり押さえた上であれば、その他のポイントについてはいろいろと試行錯誤していただくことが何よりも物販セラーとして、息の長いセラーとして Amazon 物販を続ける際には大切なことだと思いますから、ぜひ皆さん、とにもかくにも自分自身の経験ベース、行動ベースでいろんなことを体験しながら楽しんで前向きに物販を続けていただければなと思っております。というわけで今回はスポンサープロダクトについての基礎的かつ最も重要なポイントについてお伝えしました。今回の動画参考になったと思う方はぜひ高評価、チャンネル登録いただければ幸甚です。では失礼いたします。